ワウワウで今週放送予定の吉田羊主演連続ドラマ、コールドケースにチルダ真実の扉チルダが10月13日土曜日からスタートすることが明らかになった。上段左から、橋爪功、工藤官九郎、萩原正人、下段左から、吉村海斗、若葉達也、いや、伝明子同時に、第1話から第3話までのサブタイトルとゲスト出演者も発表。第1話は橋爪功と吉村海斗がゲストの、学生運動、第2話は工藤官九郎がゲストの、名前のない殺人者、そして第3話は萩原正人と矢田亜希子がゲストの、TKO。加えて、吉田演じる主人公、石川百合らの心のケアを担当する警察病院のカウンセラー役で若葉達也の出演も決まっている。第2話のゲストである工藤官九郎は、シーズン1を見て、これはどうやって撮ってるんだろうと興味津々でしたが、今回参加してみて、なるほど要するにドラマのスケジュール感で映画を撮っているんだな、と合点がいきました。作り込みは映画のクオリティ、でもスケジュールは連続ドラマ並みにタイト。監督の要求に応えるスタッフさんの熱量がすごかったです、と同作の魅力についてコメント。また、第3話のゲスト、萩原正人は、スタッフやキャストの温かさに包まれて、去年の12月撮影という寒い中、半袖で夏設定のシーンを乗り切ることができました。どんなに世界平和を歌っていても、実際に戦地に行った当事者にしかわからない苦労というものは確実にあり、情報を鵜呑みにする子となく、ちゃんと自分で見極めなければならないんだと感じた作品です、と、自ら演じた役と照らし合わせて出演の感想を語った。コールドケースにチルダ真実の扉チルダはワウワウプライムにて10月13日、土曜22時チルダ、スタート。全10話。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。